皆さんこんにちは、関真理子でございます。今日も前回に引き続きギターの白方武さんをお招きしております。こんにちは、白方武です。前回武さんとご一緒した曲は軽快なヤカフラヒキドゥラという曲でしたが、今回はちょっと静かなしっとりした曲を一緒にやっております。この曲はメドレーになっておりまして、最初の方が亡霊という曲、それに引き続きスウィートメモリーという曲をつなげてあります。この曲は、ここにはね、ここにはやってるんだけど、ご一緒したのは初めてですね。すごい、あの、マリさん、綺麗に弾いて、ありがとうございます。素敵だと思います。はい、どうもありがとうございます。それでは、たけしさんのギターからまずお楽しみください。
ホーレイ、スイートメモリー、いかがでしたでしょうか。マリさんの素敵なスチール、そして、ハーモニクス、とても綺麗になってましたね。ありがとうございます。はい、この曲は、女性の、ボーカリストが、アマチュアの方、またプロの方がよく歌う曲ですね。オーレードが、スイートメモリーが、はい。しみじみいい曲です、ね。いい曲、綺麗な曲ですね、この曲は。マリさんが弾くともっといい曲になる。あなた様はお歌いにならないでございます、ね。私は歌ってないんですよ。いい声なのに。どっちかっていうと、やっぱりチカディの方がいいのかな。とんでもないです。たけしさん。はい。ギターを弾くにあたって、何かポイントといいますか、コツをちょっとありましたら説明していただけますか。ポイントっていうか、メロディーを聞いて、それに合う伴奏を、はい、私は、はい、心がけてます。そういう。うね、はい。だから、スチール弾いてても気持ちよく弾ける。とんでもないです。マリさんのスチールが引っ張ってくれるから、もうそういう、ギターのコードがどん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 こう浮いてくるっていう、まあ、ありがとうございます、はい、そのギターを伴奏する心構えというのはお父様直伝のことなんでございましょうか。いや、やってるうちに一人でやってるうちに得得したもの、うちのまあ親父から言われた言葉っていうのは、うん、下手な人、上手い人、うん、下手な人だったらうまく聞こえるように伴奏をしろ、うん、はい、上手い人はもっとうまく聞こえるように伴奏しろっていうのが、うちの親父の言葉でしたね、はい。バッキー白方さんに関しまして、プライベートな時のバッキーさんのお話を少し聞かせていただけますか。はい、音楽以外の、音楽以外のたけしさんのお父さん、そうですね。うちの親父はまあハワイの2世なんですけど、面白いのは息子に対しても敬語を使うというか、はい、こう言葉をよく知らないというか日本語を、だからたけし、これはこうですよねって。とか、そういう、敬語を使ったり、まあそういうのが面白かったですね。で、あと、まあ、怒るときっていうのは、もう、英語になるわけですよね。だから何言われてるのかわかんないから、まあ怖くなかったって。その昔、鉄拳が、バンってこう。そうなの、怖い思いでしたね。なんかそんな感じじゃないのにね。あ、そうですか。でも英語で怒られてるっていうのは都合いいわね。こういう頭の上通り過ぎて。そうですね。ということは、お父様はどちらかというと、英語の方が達者だったわけですよね。そうですね。日本語よりは、やっぱり英語の方が、もうスラ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 出てくる感じで、ハワイに、兄弟三人なんですけど、ちょうど真ん中で、まあ、ハワイに帰った時でも、向こうのおじさんたちとこう喋ってるの、一番、日本語が下手なのは、うちの親父だと思います。あ、そうですか、はい、はい、そういうことですと、お父様との会話が比較的乏しいと言いますか、少ない傾向にあったんでしょうか。そうですね。だからまあだけど親父の喋り方っていうのは日本語でもポイントをもう一言だけつく、そういうあれだからすごい、まあ通じることは通じるわけですね。わかりますね、もう怒った時っていうのはやっぱり英語になっちゃうっていう。私は知らない、バッキーさんが怒ってらっしゃるとこって受けしたことないんですけど、怒られるんですか。だからよく昔のメンバーの人たちは、うちの親父は怖いって、バーが飛んできたり、そういう、コード、耳が
とにかくすごい、ね、あの音楽のいい人だから、間違えると、うん、ギターの3番線4番線狂ってるんで直しなさいって直しなさいで直せって、もうそのそういう言い方ですね、はい、ではやっぱり音楽に関しては相当厳しいお父様だったんですね。そうですね。あんな、あの、素晴らしい人は、ね、いないと思いますね。そうですね。はい。今日もいろいろお話しくださいまして、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。またぜひ、私の YouTube の世界に遊びにいらしてくださいませね。はい。喜んで、マリさん。ではまた次回の動画でお目にかかりましょう。アロハ。